はい、カズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今私たちはですね、バイロンベイのですねビーチでのんびりしております。はい、今ですね、私の妻がですね、この辺かな、この辺でサーフィンをしているので、私はですね子供と一緒に少しお留守番というかのんびりしております。はい、まあ、めちゃくちゃ綺麗ですよね。もう本当エメラルドグリーンのですね、透き通ったあの海、そして青い空、まあそれ以外何もいらないっていう感じなんですけども、はい、まあ1週間でこれだけ人って焼けるのかっていうくらいですね、まあ焼けてますよね。はい、まあしっかりですねココナッツオイルで、紫外線はカットして、その後ホホバオイルでですね、まあ、スキンケアしているのでご安心ください。はい、まあ、実はですね、今日で、今日がバイロンベイのですね、まあ、最終日になるんですよ。はい、明日の朝の便でですね、ゴールドコースト空港からですね日本に帰ります。はい、今日本はもう大寒波が来てるみたいなので恐怖でしかないんですけども、まあ、この1週間ですね、本当にあの楽しまさせていただきました。はい、まあ、あの毎日のように海で遊んでですね、まあ、毎日のようにオーガニックカフェにご飯を食べに行ってですね、でまあクラフトマーケットに行ったりとか、ファーマーズマーケットに行ったりとか、あとはですね、私のですね、仲間のセラピストのですねエコツアーもしているですねケイスケさんにですね、ジャングルのツアーに連れてってもらったりとか、もうたくさんのですねバイロンベイのですねこう見どころをですね巡らせていただきました。はい、まあ、もともとですね1ヶ月くらいここにはいたことがあるんですけども、まあまた新しいですねバイロンベイの姿を見れたのですごく良かったかなというふうに思います。はい、まあ、このですねバイロンベイっていうのはこんな感じで、まあ、海と空と、あとはまあ食べ物ですよね。はい、食べ物、そして、まあ、あの食べ物があるっていうのと、やっぱ人ですよね。はい、まあ、サーフカルチャーだったりヒッピーカルチャーっていうものがあって、まあ、食べ物屋さん、カフェとかもすごいおしゃれなんですよ。でやっぱりイルカがですねここには生息している、イルカとクジラが生息しているっていうことで、まあ、農薬を全く使わないっていうので安心してやっぱり食べ物が食べれる。そしてやっぱり子育てもすごくやっぱりしやすい、ところなんですよね。やっぱり人がいいんですよ。はい、まあ、オーストラリア人の中でも特にここのバイロンベイの人はですねやっぱりすごくオープンというか、はい、まあ、多国籍の方がですね住んでいてですねすごく緩い方が多いので、子育てするのにもすごくいいなっていうふうに思いました。なので本当全てが揃ってるなって思いました。はい、まあ、実はですね今回、まあ遊んでばっかりっていう風に見えたかもしれないんですけど、実は私本来の今回の目的っていうのはオーストラリアのですね、まあ、セラピストの、マッサージセラピストだったりとかリハビリセラピストの先生たちに対して、まあ、来年の、まあ、今頃ですね、はい、セミナーをですね開催するために打ち合わせに実は来たんですね。これが、まあ、実は本来の目的なんですよ。でプラス、まあ、少し長めに取らせて休みを日程を取らせていただいて、まあ、バカンスも楽しまさせていただいたっていうような感じなんです。なので来年の今頃にまた、戻ってくると思います。まあ、でも戻ってくるっていうところで、まあ、こうやって遊びに来るっていうような形もいいんですけど、真剣にですねここにちょっと移住したいなって、妻とですね話していました。実は昨夜ですね、で実はですね不動産屋さんというかそういうアパートメントみたいなところもですねちょっと調べてみたりとかしたんですね。そのくらい、まあ、完璧な街だなっていう風に思います。本当に移住するんだったら、まあ、本当にハワイのですね私たちがファームで働いていたノースショアだったり、このバイロンベイっていうのはすごいやっぱ候補にだなっていう風にですね感じたところであります。はい、まあ、私のですね今までの動画だったりとか、私の妻のですねインスタグラム見ていただければ、まあ、バイロンベイのですね旅の様子見ていただくことできるかと思いますので、まあ、興味があれば見ていただければと思うんですけど、本当にいい街です。本当に完璧な街です。はい、もしですね、まあ、興味があればですねこのバイロンベイですね訪れてみてはいかがでしょうか。本当に日本でやっぱりサーフィンされる方は分かると思うんですけど、サーフィンってなかなか日本だとやっぱりギスギスしてるんですよ。波がいいと人も多くって、ここは常に波が よくって、まあ、人もそんなに多くないんですよね。でかつですねやっぱり初心者の人をすごく優しく接してくれるんですね。初心者に対して上級者の人がやっぱり波を譲ってくれたりとか、やっぱりそういう文化ってすごくいいなっていうふうに思いましたね。まあ、あととにかくやっぱり食べ物が美味しい、そしてそうですねおしゃれですね。もう街を歩けばプロ級のですねストリートミュージシャンがいますので、まあ、本当コーヒー片手にですね街を歩けば
当にいい音楽に触れることもできるので、そしてアートですよね、はい、まあ、本当に完璧な街だなっていうふうに改めて思いました、はい。まあ、もしですねバイロンベイに興味があれば、また私の今までの動画だったりとか、もう私の妻のインスタグラムも下に貼っておきますので、ご覧になっていただければと思います。まあ、明日ですね、いよいよ日本に帰りますので、また帰ったらですね、一生懸命また仕事に勤しもうと思いますので、よろしくお願いします。じゃあもう少しですね、このビーチライフを楽しんで、今日はですね、ゆっくり過ごそうかと思います。はい、ではですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。バーイ。焼けましたねー。